い、こんにちは。はい、陽平どうしたの？いやさすがになんか顔がやばいけど、疲れてる顔。疲れた、本当に疲れた。で、よかったで、陽平にはチャレンジがあります。陽平にはチャレンジがあります。オッケー。はい、ちょっと絵描いてほしいんだけど。おお。また特別な色で描いてほしいです。もうね、なんでもいいよ。何でもいい、どんなチャレンジでもいい。でも空気読んでチャレンジを言ってね。はい、じゃあクリアで描いてほしいです。よし、じゃあクリアで描くよ。いいの？いいよ、説明します。はい、スプレーのクリアとは透明という意味です。透明という意味ということで、じゃあ今描くよ。何も、うわ、何も。でも透明で描けないと思うでしょ。と思います。だよね。だよ。ヨメちゃんは不可能を可能にする。ああ、そんな日本語、男です。そんな日本語よく知ってたね、ベロちゃん。オッケー、じゃあクリアだけで、じゃあちょっとやってみましょう。できるの？レッツインジョイ。え、すごい。まあまあ、白と一緒だよね。こういうことですか。いや、でも緩いな。ダメなのか。白ね。うん。白はね。
おお、なんとかね。ダメだよ。ボツだよこの動画。ボツだよね。あ、分かった分かった分かった。できる。おお。できる。可能なことは？まあ、やっぱね、考えるってことが大事。諦めないで、いろんな方法を考えるとか、ね、思い出して、いくよ。まず、これをね、クリアだけ。いや、むずいな。いや、思った以上に。まあ、1回目は、クリアで、うん、ちょっと練習みたいな。こうやって焦げでやろうと思ったでしょ。うん。あ、ダメで、クリアでちょっとなんか、ちょっとついたじゃん。ちょっとついたね。でも、ダメ。じゃあ、3回目はやっぱり3枚目はアブストラクトに逃げるしかない。アブストラクト、まあでもそれもありやね。ありでは。クリアをかけます。クリアかけますね。はい。信じるってことですね。信じるってことですね。そうそうそう。ほら、クリアだけど。ほら、一度取ります。どう？綺麗だと思う。さらに？さらに？斜め。ダメだね。多分今のままは綺麗だと思う。いいよね、綺麗だよね。うん、綺麗。綺麗だよね。だと思う。たまにはその場に立ち止まって頑張らないことも勇気。うん。無理だと思ったらそこでちょっと諦めてみて、ちょっと。一息つくのも大事。そう、だからここら辺で勘弁してください。あ、どうどうどう。うわ、まあまあ面白くない。なんか普通に好きよね。ちょっとね、いろいろ試してみて。じゃあその1枚目、2枚目と3番目、1枚目、2枚目、3枚目の挑戦。1枚目ね。はい、クリアだけで書いてみて。これは全くこれ、そうね、これね。OK、ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。アディオス。もし何か声にあってとかリクエストがあったらコメントください。ありがとうございます。アディオス。